はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。藤田様、アシュシュ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがとうございます。アシュシュさん、デモに来てくれんのかな？この前のデモは、来て、もらえたんですけれども、去年やったやつですね。NHK ネット聴取を許さない。ナオミ様、お手紙いただきました。誠にありがとうございます。3月27日、日曜日、1時半集合。東池袋中央公園、巣鴨プリズン跡ですね、サンシャイン60、隣接 NHK スクランブルデモを開催いたします。27日は予報によると晴れで、最高気温23度まで上がると。絶好ですね。私ね、公安から実は晴れ男と呼ばれております。なんで公安が出てくるかというと、こういうデモやります、こういう凱旋やりますっていうのを事前に言っとくんですよ。でですね、公安がその時間と場所を調べてくれて、その日はなんとかって団体が凱旋やからかじゃっちゃうな、めったにないんですけど、その日はその時間はその場所は献血かがくから、違う日になりませんかとか調整してくれる。なもんで公安さん、とですね、連絡取り合ってるんですけれども、来てください。端的ですけれども、NHK スクランブルでも次の日曜日来てください。今日はですね、聴力検査受けてまいりました。抗がん剤の副作用でですね、耳が遠くなるっていうのが、たまにある。ほとんどの方は、腹が痛くなる、便秘する、毛が抜けるなんていうのあるんですけど、稀に耳が遠くなる、それかななんて言われまして、抗がん剤の副作用以外の原因がないかどうか耳鼻科で調べてきた方がいいという話になりまして、例えばですけど、私は、抗がん剤投与を4回目終わった途端に耳遠くなったんで、そうだよなって思ってたんですけれども、耳クソがぎっちり詰まっていて耳遠くなってんじゃねえのみたいな内科の先生に疑われたのかもしれないです。で今日は耳鼻科行って聴力検査を受けてきたんですけれども、問題なしと。で、聴力検査の結果ですね、高音が聞こえなくなってますね。中音、低音は大丈夫ですね。こんな感じだと耳塞がったような感じですか？そうなんですよ。水の中いるみたいな感じに聞こえんですよ。人の声もあんま聞き取れなくて、高い音が聞こえなくなってるみたいなんですよ、私。高いっつってもですね、人の高い声なんてもんじゃなくて、ドリルで金属を削るキーンってああいう音が聞こえなくなってます。で、これ老化による耳が遠くなるのとパターンが似ていますと。じゃあ老化による難聴なのかな、耳が遠いのかな、ですね。でも抗がん剤4回目終わった途端になったんで、そういう副作用もあるっていうし、抗がん剤副作用だ、他に原因はない、耳の異常はないという耳クソいっぱい詰まってんのかなみたいな、ちょっと私も疑っちゃいましたけれども、一生懸命掃除はしてんですけれどもね。で大体抗がん剤の副作用っていうのが確定したんですけれども、その場合は薬ないそうです。治療法ないそうです。で、治っかもしんねえし治んねえかもしんねえって言われちゃいました。あれか、高音部が聞こえるような補聴器でも買わねばなんねえのかな、そのうちな。ちょっと思ってまいりました。林芳正外務大臣、日本の領土が侵略された場合は日米同盟に基づき米国が日本を防衛すると繰り返し表明している。米国が予算委員会で発言しました。ネットの反応です。平和ボケ極まれり。
当てにしすぎだバーカ、言ってて恥ずかしくないのか、他力本願すぎんだろ、独立国なんだぞ一応、他国が守ってくれることが大前提なのかよ、アメリカが裏切ったらどうすんだ、命がけで自国を守らないと絶対にアメリカは動かない、ウクライナでそれははっきり確定した。まあウクライナとアメリカは同盟も何にもないですしね、軍隊動かすのもちょっと法的にあれだとは思うんですけれども、総理のみならず閣僚たちも万事人ごと他人ごと他力本願で検討ばっかと、検討すること増えすぎて岸田総理なんかはもはやね、どれから検討すっかなというのを検討する段階では、もう検討するって言った事柄2億個ぐらいになってんだねえの、もうどっから手つけていいものやら、どっから検討していいものやら、それを検討しようっていう段階だねえのかな。米国がですね、同盟に基づき日本を防衛するって言うんならともかく、帝国側がですね、同盟に基づき防衛してくれるって言ってるなんて国辱だね恥ずかしくねえのかな、言っててな林もな、その理屈だとですね、アメリカ本土がもし攻撃された場合ですね、自衛隊も出動して米国を守らないといかんですよ。それが同盟っていうもんだし、集団的自衛権ってもんだしね。憲法9条って米国にとってもめっちゃ邪魔で有害では、例えばですけどハワイの基地ありますよね、そこが攻撃された、で自衛隊はですね、9条あっから手伝いに行けません、それ通用するのかという話ですね。まあまあそういう場合はですね、近所を通りかかってたらたまたま戦闘に巻き込まれてしまった、自衛のために防衛行動いたしますみたいな巻き込まれ行動なんて理論をですね、イラク派遣の時に考え出してたみたいなんですけれども、米国にとっても今や9条めっちゃ有害ですね。林が外務大臣になった時にですね、横の国のネット民がなぜかむちゃくちゃ喜んでました。なんでかな、選挙に出れんだから衆議院議員ね、日本国籍は持ってんだろうけど他にも国籍持ってねえか林、持ってっかもしんねえな林、言わねばわかんねえもんね。あと放棄したかどうかも蓮舫なんかのとうとうまだ言ってねえもんね。何度も表明してますけれども、工作員を地域に送り込んでですね、そいつらが勝手に独立とかなんとかほざぎ寄ってですね、そいつらの保護を名目に軍事侵略が成功しちゃうパターンができちゃうと人民軍は必ず真似します。もう準備着々とやってるしね。沖縄なんて知事が人民軍工作員だし、オール沖縄なんちゅ連中は工作員の集団だし、草加が牛耳るですね、国交省観光庁国際観光課はですね、人民軍の日本侵略円滑化のため艦隊時の標識増やしてやがるし、もうすでに準備着々と進めてんですよね。なのでですね、どっちが善とかどっちが悪とかどっちが正義とか、これは嘘あれは嘘とかいう子供っぽいことじゃなくてですね、ロシア軍はですね大敗北で撤退、経済がギダギダになって国家崩壊してもらう、つまり軍事的にも経済的にも大敗北してもらう必要があります。帝国には人民軍がこりゃやめた方がいいなって思う程度にはですね、うすらぼけの岸ではですね、ロシアからのガスとかカニとかウニとか買うのやめない方針ですけど、ボゲナスにも程がありますよ、ボゲナスで。日本はですね、そういうですね直接の利害関係があんだから、他のどこよりも他の誰よりも必死で
ロシアを痛めつけないといけない、制裁もしなくちゃいけない、できる嫌がらせは何でもしなくちゃいけないっていう必要があるのにね。令和新選組発表通過、山本太郎が言ってたんですけど、日本の行うべきはロシアとウクライナどちらの側にも立たず、あくまで中立の立場から今回の戦争の即時停戦を呼びかけ、和平交渉のテーブルを提供することであると。またあの世界平和みたいな、出来もしねえようなこと、ほざき出しましたけど、間抜けは見つかったようだな。ネットの反応です。次が日本でも不思議ではないのに何言ってんだ。ロシアこれで味しめたら調子乗って北海道攻めますかね。4兆円円資産ロシア政府の凍結してんだから、これあの攻める名目にはなっちゃうんですよ。実はなんで加害者と被害者の間で中立を取る必要があるんだ。中立性のは侵略を見て見ぬふりすることか。なんでロシアの肩を持ちたがんだこいつは。自称アジアのバランサー、あんなそんな国な横にな、であの誰からも嫌われてて、そういう国あんな、放置することはロシア援助になるんだが、助けないやつは助けてもらえないぞ。だからあの日本も救助邪魔だっつうん、米国攻められた時に米国を助けに行かなきゃダメじゃん。なあに、あの日本が攻められた時ばっかアメリカさん助けてくださいって、そんな虫のいいことを通用すっかって話なんですけどね。ツイッターでですね、あの令和支持とか書いてあったら私あの迷わずブロックしてますもう率先して何の絡みもなくてもプロフィールに書いてあるだけでブロックしてます。前支部長にもおすすめします。理由はですね、連中に見られっと難癖嫌がらせのネタにされっから、被害に遭うからであります。私あのコロナ検査場所を区が秘密にしてんのは、人に言えないのは、敵国人や左翼が業務妨害にやってくる恐れがあるからと。これを見かけた頭がおかしいフェミ活動家はですね、ネットでヘイトスピーチを繰り返す靴沢を議会は何とかしろなんつって豊島区議会に陳情出しちゃったんですよ。でそれあの通っちゃったんですけど、ヘイトスピーチって認定できるのは司法だけなんですね実は。侮辱罪、名誉毀損罪、これはヘイトスピーチだが犯罪になるほどではない、不起訴処分みたいな、そういう判断できるのは裁判所だけなんですね。ツイッター社はそれよりあの厳しい基準なんで、ツイッタージャパンね、ヘイトスピーチを繰り返したらとっくに私アカウントなくなってんですよ。物理的に無理なんですよ、あのヘイトスピーチをネットで繰り返すことは。 YouTube もそうであります。ツイッターも YouTube も司法よりうんとうんと厳しい基準を設けてまして、無理なんだよ繰り返すことは。であのその厳しい基準をもクリアしてですね、ヘイトスピーチではないって判断されてんのに、こんな難癖陳情出しやがったやつがおりまして、敵議員が多いのとですね、まあ議会でこう言って反論したんですけど、ヘイトスピーチなんて繰り返してませんよ、そんなの物理的に無理ですよ。で議会であの反論したんですけど、敵の議員が多いのと、自民党派議員は事なかれ主義で可決しまいました。ふざけんなって感じになります。であの吉フェミの名字がボクサワーってやつだったんですよね。ボクサワー珍しいっすね、他で見たことねえわな、なんかねボクサワーなんであのツイートがですね、敵の目に触れると厄介なんですよ。なんでね、あの支部長は特にですね、ブロックしてください、詐欺回りして共産党支持とか令和支持とか立憲支持なんてあの書いてあるやつは詐欺回りしてブロックしてください。これ見てるあのツイッターやってる方も同様であります。難癖嫌がらせされるとめんどくせえから、まああの全く時間の無駄だしね、言ってもどうせわかんねえから、使ってる言語違いますんでね。こういうお手紙いただきました。回覧で SDGs の観点により男性下着を外干ししないでくださいって
文書が来ました。旦那の下着これから室内干しです。とほほほほ、フェミの人どうにかしてほしい。フェミがですね、まあ男を憎むフェミが SDGs に駆けつけて回覧でですね、こんなことやってやがる。 SDGs 一個も関係ないじゃん。男のパンツ外に出すと SDGs にのどれに反するんですか、どれに引っかかるんですか。そういう説明は全くないですけど、まあまあ、あの理屈だの、あの論理とかそんなの全然関係ねえんですよ、あのフェミ活動家ってね。ただただあの男を憎んで男女分断を図って日本のですね少子化を推進してですね滅ぼしたいっていう連中、あるいはですね自分がモテなくて仕事もできなくて人から大事にされないことをですね、男が女性差別してるから、本当は自分が悪いのに、自分が無能でバカなのが悪いに、それをですね男のせいにして、全てそれのせいにして、男が何言ってもやってもですね、男女差別だ、言ってですね憎むっていうやつの仕業ですね。まあまあ、あの話が通じないっていうのはこの手紙で、わかるとは思いますけども、それともそれやる実力も、覚悟もないのに、令和は何言ってんでしょうね、あの中立なんつって、それね、あのすごい大変なことですからね。中立ってあの誰の喧嘩でも買うっていうことだから。スイスが国民全員徴兵してですね、まああの海兵で、あの全家庭に武装させて、攻めてくんなら攻めてこいやって言ってる大変さがありますね。令和は露軍のですね北海道侵略を、人民軍の沖縄侵略を期待するですね外観誘致主義者であります。だからこういう回りくどいですねロシア擁護するんですけど、まあ間抜けは見つかったようだな。令和は外観誘致主義者と、工作員を送り込んでそれの保護を名目に攻め入るっていうのが正当化してほしいパターンができてほしいっていう連中ですね、はっきり言って。立憲泉健太、ゼレンスキー大統領演説後に記者会見、ロシアへの経済制裁を一旦中止すべきだ、そうしたことも含め政府にできる限りのウクライナ支援を求めていきたいとか言ってるんですけど、何言ってるか全然わかんないですね。あのちょっと何言ってるかわかんないどころじゃなくて、ちょっとどこでなく全然わかんないですね。制裁中止っていうのはですねウクライナ支援の真逆ですよね。ウクライナを痛めつけることになりますよね。ちょっとね、あのお金ラグになってロシアがよしミサイル作っちゃうぞ、ウクライナにぶち込むぞ、逆じゃねえかよ、なんでそうしたことも含めウクライナ支援なの、なんで頭おかしいのかな、はいって感じなんですけど、もうあの泉健太は自分でも何言ってるか分かんなくなってんでしょうね、これね。外観誘致主義者の泉健太、ロシアは擁護してはあからさまになっちゃまずいわ、一旦中止してそれも含め、全然わかんねえ、何口走ってんだこいつはって感じでやります。というわけで、でもよろしくご参集ください、来てくださいよ、お願いしますよ、デトックスジャパン。